褐色ペリカンは、超高ペリカン目ペリカンかペリカン属に分類される、蝶類、肉体区、新熱体区に生息する。以下の亜種の分類は、IOC ワールドバードリストに従う。全長 122cm、翼海長 213cm、ペリカンの中でも最も小さい。体重は 3.74kg、オスの方が大きい。名前の通り、全身を、 褐色の羽毛に包まれており、白や薄い灰色が多いペリカンの仲間内でも異例である。頭部から頸部の色は白っぽい灰色で、目の周囲に皮膚のラシツがある。くちばしは黒っぽい灰色。繁殖期には頭の部分に黄色い羽毛が生じ、頸椎側の首の羽毛が濃い栗色になる。海の上を列をなして飛行し、 魚の群れを見つけると空中から水中へ飛び込んで魚を取る。地域によっては漁師のおこぼれを目当てに漁船などに付きまとったり、港に住み着いて人間に餌をねだる答えがいる。繁殖期は一定していない。分布域が非常に広く生息数も多いと考えられ、2018年の時点で絶滅の恐れは低いと考えられている。過去には DDT などによる汚染により、卵の殻が割れやすくなり繁殖成功率が低下したことで生息数が激減した。DDT の規制に伴い生息数が増加し、2018年の時点でも生息数は増加傾向にあると考えられている。一方で釣り糸などに絡まる、事故、繁殖地での人間による、攪乱、獲物となる魚類の減少などによる影響が、 懸念されている。ありがとうございます。